靴油性マジックシューズ模様カーフスキン染み込む歩く描く描く塗る固体液体走る乾く靴と油性マジック全く違うものを一緒にしてみるマーカーシューズ 油性マジックで革靴に直接チェック柄やグラデーションを描く柔らかなカーフスキンにインクが染み込み水彩画のような味わいが生まれた暮らしに小さな驚きを世界で活躍する佐藤王毅率いるデザインオフィス粘土が西部ソゴーとともに生み出したプライベートブランドイエヌ詳しくは「バイエヌ」バイエヌで検索 年度の佐藤大輝です。クリストモ子です。JMEB 西部総合クリエディオン今夜は素敵なゲストの方をお迎えしております。<laughs> はい、もうクリエディオンの準レギュラーと言っても過言ではない。うね、うこちらでも細かく動いてますからね。うんまあ、むしろ普段の放送でもこの辺なんかこうスタジオの中にはいつも存在があるような。 違う違う完全妖怪やつかしてるですか違いますよ違いますよ最初についているわけではないのではいえグラフィックデザイナーのソブエシイさんです今年もよろしくお願いいたしますお邪魔しますよろしくお願いしますいやもう今年もお会いできるかと思うといや幸せな気持ちになりますねそうですねそうですよね幸せですしわ寄せです細かいところがねソブエさん

ということは、今回が四十回目の放送なので。はい、番組の四分、うん、間違えた、うん、番組の八分の一は。祖父江さんが登場しているという。各月間ですかね。<laughs> <laughs> 各月間。<laughs> そんな感じですよね。ね、何かと。 お世話になっていてたよになります。お世話になりますいきなりプレゼントいただいてしまったんですけどありがとうございましたこれいいですねこれなんですか初めて使う漢字辞典声揃わなかった初めて初めて使う漢字辞典あ、いい漢字それ言いたかったですねいい漢字が載ってるじゃないですかそうですねこれねすごいんですよ だのでで時点じゃないんすね教育漢字が全部載ってるんですけれども1年生から6年生まで色で分かりやすく色で分かれてるんですねページの1年生が赤で2年生がオレンジでて虹色にどんどん変化していくんですねはいはいはい千六文字入ってるんですけはね。はい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  が、ほとんどなんです。教科書体。はい。教科書体というと。本当のことですか。本当ですね。全然ダジャレになってないですけど。いやいやいや。いや、本当、本当。本当。文字の書体が。学校で、こう、教科書で使ってる。文字の辞典しか。だいたい出てないでしょう。そんなに違うんですか。何か。と違うんですよ。 学校で学ぶ教科書にしか使われてない文字で、みんなが学校で学ぶんです。うん、教科書体っていう、まあ、あの書いたような、なんかあの記号のような、手書きのような、どっちつかずな文字が教科書体なんですけれども、はい、ああ、なるほもうそれはどの教科書もその教科書体を使うっていうルールなんですね。ルールなんですよ。ーじゃあ、仮に祖父江さんが教科書をデザインしても。うん 教科書体を使わななきゃいけないけとそうですね<ー>ただまあ,あの教科書体に近い形にあえてゴシックでも大体画数は合ってるとかいうふうな学算書体っていうお勉強用の書体もちょっとはあるんですけれども基本教科書体。<laughs> なるほど,、うん、るほどで今回はただ、はい、その学小学校用の辞典、えー、ってみんな同じ文字が入ってるんだけども。うん 一般の本屋さんとか、お家には教科書体で、えー、書かれた印刷物ってほとんどないですよね。なるほど。<ー>もう教科書専用の文字になっちゃってるから。そうなのよ。それで勉強しちゃうと社会に出て。出てえ、違うって言って、字体 <laughs>、はい、の違いだか、デザインの違いだか、わかんない私ってなっちゃうから。はい。もう、小さいうちから。うん、はい。 えー、字の形とデザインの形っていうのの違いを同時に味わえば社会に出た時にあれこれあの教科書体じゃないからどう読むかわからないっていうことがないでしょなるほど,るほどそういうことなんですね、うん。確かに中見るといろんなフォントが使われている、うん、そういうことは。明朝体も使っているしねゴシックっライムも使っているし<ー>いろんな種類の文字を混ぜることで免疫をつけるというかう、ね、プールに入る前にちょっとこう水で。 あの心臓がいきなりドキドキしないようにちょっと鳴らすみたい <laughs>、はい、そんな感じの本そ、えー、でもそ,れそこが一番あの大事だとしてもパッと見たところは、うん、見開きでそのいくつだ6つ感じがあって縦にあるんですよね。例えば親っっていう字があったら、うん あの二年生なんだけど、うん、親があって下に読み方が書いてあってで次にイラストが縦にまた下降りると書いてこのイラストがですね、うん、いい実は横に見るとストーリーになってるんですん最初の方からですかすごい、ね、あの、えー、短いストーリーこのページ四コマ漫画じゃないけれど6コマ漫画みたいな感じなんですかそうですショートストーリーになってるんで <laughs> <だ>飽きない子供が お出かけするときに絵本を持っていくとすぐ終わっちゃうんですけども、これは106個ものお話の絵があるから飽きない。すごい。例えば5年生で折る、はい、あの折物の折る、はい、ってところには、はい、あの鶴が折ってますねな、うん何か。はい。はい でギっていうのがありますね。あのギディのギーですよね。うん、そこで実際折ったものをこう納品してるみたいな、こう献上してるみたいなつるが折り、うん、物を渡していて、はいはい、でその次は群れる群ですね。つる、うん、の群れが泣きながら飛んで帰ってるみたいなつる、うんうん、の恩返しはここにコンパクトに収まっちゃってますね。そう,すねそうなんですよ。楽しい楽しい。 これはあのですね僕が大好きな井上由紀子さんっていうイラストレーターの人「えーはい、あのお母さんと一緒ですとか「えー、みんなの歌とかで書いている人がね苦労して考えて書いてくれてこれ大変な、えー、ここにもね一つお楽しみがあるというって。ね 作ろうはねちょっとハンドルですけどすこれデザイン的にすごくわかりやすいですよねすよ書き順とか意味とか使い方とか普通の漢字辞典は一人でそんな書くの無理だって思って三人ぐらいに分担分けして書,か書いてもらってるんです、うんうんはい、そうなんですか一人では作らないんですか大変すぎて分けをして井上由紀子さんに、はい 全部書いてもらいたいな。お互いだから <laughs> やってくれた。書、うん、いてもらう。ういなって言ったんですね。すい。はい まあ、そうえさんにそう言われたらなんか。そうですよね。そういう気になっちゃうかもしれない。でも、普通こう、漢字だけの白と黒の。ペタッとした漢字辞典がいっぱいある中で。うん、こんなにカラフルでイラストがあって楽しいのって、初めて見た。かもしれ,ないです、ね、これいいですね。安いしね。九百二十六円あ。本当だ。すごいフレ、フレーベル感から出ています。フルカラーでその値段ですか。<れ>初めて使う漢字辞典。 これもじゃあ去年出てるわけですね。そうなんですよ。そうなん、やっぱり。そしてですね。はい。もう一冊。だンっていうのが、曲の後に伺っていきたいんですけれども。昨年十一月に。おめでたく、まめでたく。出版されました。夏目漱石の心。データ。前にゲストにいらした時にもね、来てくださった時に。はい。 あの、なか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 って迷ってらしたあれです。はいえー、曲の後に、その話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。ます。曲はクイーンです。i want to break free。はい、漢字辞典も見入ってらっしゃいますが。はい。いどうですか。これ。うん、見入っちゃいますね。やっぱりずっと曲の間も見ちゃってたんですけど。やっぱりこういう漢字辞典。うん、あの、デザインって関係なさそうな印象あるじゃないですか。辞書と。うんうん デザインって関係なさそう、えー、しかも辞書って重くて硬くて冷たくて怖いものみたいな印象があるのがこんなにデザインで変わるんだっていうのはうまさにデザインの本質でその定番あって当たり前のものがこんなに変わるっていうのは本当にすごいなって思ってたんですけど実は今日もう一冊持ってきていただいてるものでこれもまた変わることがもう今後も一生ないんじゃないかと思われていた定番ですよね。そうですよね夏目漱石の心、はい これでも素敵な本ですねやっと出ましたいや本当にやっとっての一番はあの <laughs> 岩波書店の方が持ってらしたと思うんですけどもともとあれですよね昨年あのゲストにお越しいただいた時にもちょっと締め切りかということでしたけども、はいはいね、やはりあの好きなだけに まあ書体に関してもね<あ>夏目漱石に関しても思い入れが,がありすぎて、はい、もう語り出すとね <laughs> 終わらないから困るんですけど <laughs>、はい、ちょうど漱石が文字っていうものにものすごく興味があった時に書かれた小説なんです心が。あ、うん、そうなんですか、うんうん、文字自体ということですかそうなんですよこの表紙の箱の表紙にあるこの謎の字、はいはい、わかりますよ、はい、いきなりですよねいきなり表紙が 左がフォークみたいで右が一本上から下にポンナイフねねそうですこれね一番最初に漱石がデザインした本の最初がこの「心なんですけれどもその表一にデカデカと漱石が貼っていた文字でこれ漱石が考えた文字っていうことですか そうなの、六、うん、あの六の人たちが、アルバムタイトルを、なんか読めない字作って。うんはい、こういう字で、音は、うん、分かんないとかいう、そんな。読めない字を、先石が作ったっていうことじゃないかと。僕は、思っています。調べても、こんな字ないんだもん。で、その夏目漱石さんは、他のでも、こういうことなさるんですか。これ、だけですね。多分ね、あの、まあ、心っていうのは、器の名前で、内容は。 あの、先生の遺書っていうやつなんで。多分、このね、フォークと棒だけの文字って、遺書っていう字じゃないかなって、僕は勝手に思ってます。えこれでいい。そういう風に言う。の、このフォークみたいなのが、手を表しますね。はい。はい。で、もを話してますよね。うん。これね、あの、そうそう、内容を見ると、お父さんとか、先生とか、いろんな。 関係あるんですけれども、はい、斧をその手に持たせたら父っていう字になるんですよなるほどお父さんの父、うんはい、おっぱいの父じゃなくてすぐ脱線しちゃうと気を付けないで <laughs> ここで乗ってちゃ危険ですよ <laughs>、はいはい、あと遺書っていう字をの文字の中のどっちにも使われている素材もここの手のようなものとラインなんです、はい、<ー>書っていう字は筆を持つと書ですし なるほど、なるほど。そう考えると、多分遺書っていう感じと、あと内容的な。イメージっていうことなんですよねすその。象形じゃないけど、形をイメージしてるて。象形っぽい感じがしますよね。ね漱石が。新たな時代に、うん。うん 作った文字じゃないかと思うんですけども祖父江さんが夏目漱石をお好きだっていうのもあれですけど想定を手掛けるということになってその夏目漱石今回の想定も夏目漱石プラスそぶえシーンってなってますよ、ね、そうなの漱石が想定初めてしたっていうことで僕もちょっといろいろやってみたくなって <laughs>、うん、絵とか 骸骨とか変えちゃいましたそうこの上に骸骨はそべさんがいこそご飯食べてますよね後ろはご飯のお箸の位置がちょっとお箸の角度がちょっと一緒っぽいでしょ立ってる感じがお椀にまっすぐですね九0度後ろの方では頭蓋骨の一部が外れちゃって脳みそがちらっと見えちゃってるみたいなイラストなんですか まあ心がどこにあるかっていうと、はい、いろんな説がありますよね。ーハートにある、ね、心臓にある頭にある,、はい、にあ,るあと東洋では丹田にある、うん、いろんな説があるんで,、うん、でまあ 心っていう文字があるからちょっと身体の方が必要だなと思ってなんか悩むっていう時も漱石わざと左つき編としゃいましたっけなんかそうな肉づき肉付きだつまり脳みその脳で悩むって読ませてますねそうなのを漱石の書き間違いを全部原稿通りなのそうそうそれがすごいんですよねそれ探すのも楽しいですけどね面白いのよなっつったとかねなんか 夏だったってあなった、っていう感じ。なった二つが二つあった、二つあったり丸が二つあったり、あと三点リーダーがいっぱい打ってあると少ないってこと全部数えてちゃんと反映してるとちゃんと書いた通りにま間違ってるのか意図的なのかは分かんないけど判断してないんです初めてこれこれ間違えちゃうね。夏目漱石愛するばかりにもうそのままそのままそのまま。なる 初めてよっていうことなんですね。ちょこれまだまだちょっとお話続くまだこの後もやばくないんです。もうもっともっとゆっくりじっくり曲とシらアささんでそブレさん。はい。一年経ましょうよ。一年経っちゃうかも。大丈夫よそれでも行っちゃいましょうか。オッケー。ね毎週そブレ心コーナーが。そんな勢いでこの後も行きたいと思いますが。曲カトリーヌですセクシークール。 年度の佐藤大輝です。クリストモコです。JME ブセブソゴクリエイティオ今夜はグラフィックデザイナーのそぶえしんさんをお迎えしています。そぶえさん。そぶえです。<laughs> <laughs> さあ、夏目漱石の心もうね、触ってめくってじっくり。 大きさもご覧になってますけどもいやーすごいですよね,ね噛めば噛むほど味が出るって感じですよねななこう見ていくとどん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 いろんなことが気になってくるんですよ例何何いや例えばさっきこのカバーを引き抜いて本を出すじゃないですか、うん、この空っぽになったカバーのこのケースって言うんですか内側ですね,中に,ね中に何かがいるんですよね誰かの絵があるん、ね、何ですかこれこれ漱石はですね、はい、あの作品の中に多く絵画を の話が入ってくるんですけれども、心は基本的にずっとないんですよ。でも最後の最後に、絵の話が一個出てくる。はい、その絵が、そこに。これ。入ってます。そういうことなんです、ね。すごい。こんなところに。絵を入れるなんて。はい、本の作るときにあるんですか。あんまり見たことがなくて。あ、まあ、はい。<laughs> すごいこんな中に出版社の方にご迷惑をおかけしたんだと思うんですねでもそれをやっぱり通せたからこういうことが私たちが楽しめるわけでしょうすごいなと思ってそれがそぶりマジックですよねなんか中の本もちょっと丸っこいんですよねそうなぁ持ちやすいすごい手に馴染むこれねしなやかさの研究は何回もやりましたよすごいよしなやかさの研究基本は 片手左手だけで読める読める左手だけで読めるつまり釣り革にぶら下がってぶら下がってはい片手右手釣り革右手ページはいぶら下がっちゃダメだとねでうん総務ならありえますあ本当だで喉の方に空きが多いから別にページのはいあページの真ん中真ん中のところですね半端な開きでも よく読めます。ああちゃんと読める。よく読みます。片手で読める作りになっています。ソフィさん右手下ろしていただいてください。大丈夫ですよ。つり革いらない。つり革大丈夫。ええ。信也くんじゃ全然あの次何二三二三ページが一ページに行ったりもしないし。軽いし。すごい。軽いですよね確かに。他の本もこうなったらいいのに本当ですよね。今みんなあの携帯。 軽くなったからね。普通のシルク版がでかくて大きすぎな感じがある感覚的にそうなっちゃうとバッチリで、すごいまさに今の時代に合わせてデザインを更新してるんですね。すごいですよね。で、中のページも色が分かれてるんですね。ストーリー三つあるごとに分かれてる。もうアワーグですよね。そうですね。オレンジ、薄いブルーグリー 結構ね、あの心ってすごいざっくりしたあらすじで読むとギャグになるんですよ。ギャグつまり結構重たい内容ですよね。と思われてるでしもあらすじを簡単に言っちゃうと、はい、なんか向上心のないやつはバカだって言われて悔しいから言い返したら、はい、その人が死んじゃって、はい、それで「 その人が死んじゃったことより遺書の方が気になっちゃったっていうことをすんごい長い遺書に書いて。ものすごい縮ししまたねということででない。とそういうことですよねそう考えるとまあいろんな読み方があっていいと思うんですけれども「天才バカボン」のリアルバージョンと思うのもなくもない劇画調で。 もう、そういう感覚で読んでみるの面白いかも。あの想定してて、気がついたことがあるんですよ。何ですか。あの中に、キーワードのバカっていう言葉がよく出てるん、出るんですね。あの向上心のないさバカだ。バカバカしいとか、バカげたとか、いろいろ出てくるんですけど。表紙にも、バカが隠れてるんです。馬ってあったけどな、さっき。馬が、えっと、右端にあります。 これ、ここ。そう。はい。最初に、よん、つい読んでしまうところに馬があって。鹿もいるってこと?。鹿はですね。あ、これだ。背の。背のところに二匹並んでるのが鹿。鹿。お筋かと雌筋かが並んでるんです。細かい。細かい。これ鹿なんです。鹿ですね。これ漱石が想定した位置そのままなので。そうなんですか。漱石。デザイン。

もう自分のカラーとかどんどん捨て出ちゃうみたいな。そうですとうも。面白い。かっこいいなそうある意味今の時代にすごいシンクロしますよね。はい、でしょう。そういう俺って何々だぜみたいな作家さんだぜみたいな感じじゃなくて、うん、自分のスタイルはこうだぜじゃなくて。うん、もう未だにつかめないのが漱石ですよ。村上さんがおっしゃるんですからね。<laughs> 確かに <laughs>。すごい。今の時代で最もつかめないデザイナーですからね。<laughs> そういや,いや。 じゃ、なんか、坊ちゃん五百冊あるっていう、その、夏目漱石マニアとしても。そう、そうですね。そっか、そっちか。どっちもいけるなって思っちゃいましたけどね。いや。面白い。これ、ぜひ、あの、皆さん。もう、書店でご覧になってる方、多いと思うんですけれども。漢字の心ですからね。平仮名の心は。まあ、一般的な心ですけれども。漢字一文字の心。 という。心ここにあり。はい。はい。いや、でも、これ本当にデザイン好きな人は、とか、デザインちょっと興味ある人、はぜひ。手に取っていただきたい、うん。書体好きもね、漱石好きも。も本の魅力が凝縮されてますね。はい、と感触好きも。いや、感触好きもです、ね、な、うん、人が集まって。通勤好きもですね。片手で。でね、はい、そうですね。ええー、祖父江慎さん、デザインの夏目漱石、心。岩波書店より発売中です。 ということで、この話、もう尽きないんですけど。ね、もうどこまでも。まだまだ喋りたそうな雰囲気です。本当に時間。じたばたして。申し訳はい、でありがとうございます。ありがとうございます。お話、直に伺えて、直接伺えてよかったです。ですね。今日はグラフィックデザイナーの祖父江真さんをお迎えしました。祖父江さん。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。では、ここで一曲。フリートウッドマークです。 Seven wonders!